鉄分はフェムテツを摂取してほしいんですよね。睡眠には時間と質ってことですね。高校生になって飲みなくなるというふうにお伝えするような内容ではありません。39番ね。次40番とまとめてかな。身長について聞きたい点が2つある。1つ目で、思春期の成長がピークが達するのが、同世代よりも2年遅かった場合、いわゆる2年程度ね、盤熟だった場合は、最終身長予測のですね、まあ、グラフ、まあ、私でいうところの成長シートですね。を見る場合は、2年下のデータを見てもいいのかというところですね。まずこの質問ですが、すごくいい質問です。で、結論から言うと、見てはいけません。なんでかというと、この表は、そういった人も含めて作成された表になりますので、そういった意味だと、まずはやっぱりご自身の年齢から算出される平均的な身長伸びが一番大きな基準になります。ただしそういった方向に向かっている、いわゆるですね、2年分盤熟だったとして算出されるですね、補正予測というものに対してそちらの方向に向かっていく、つまりですけども平均よりも伸び率が高くなることを予測するということは正しいと思います。そういったデータも参考に見ていくというところが正しいと思います。40番2つ目は、思春期の身長伸びが少なかった場合、思春期が終わった後も伸びがあまり止まらずダラダラ伸び続けるという噂は本当か。これはね、まあ、一理あり得ると思います。あまりすごく科学的なことではないんだけれども、明らかに男性ホルモンのボリュームが多い子と少ない子がいるっていうのは事実になりますので、まあ、非常にですね、少ないタイプで思春期が始まってその後もずっと少ないタイプであればこういったですね、可能性はあり得ると思います。イメージで言うとですね、思春期始まるんだけどもすね毛とか非常に毛が薄いというか、そういったようなタイプの子はあり得るかもしれないですね。今年18歳です。今の身長169弱です。中1が148だったので結構伸びたと感じます。父は160、母は161です。最終的に172欲しいです。どのくらいまで伸びますか。あまり関係ないかもしれないけども、足の大きさ25センチですってことですね。ちょっと情報が少し足りないというか、これだけはちょっと分からないですね。一般的には18歳以降ですね、身長伸び率ってはだいたい1センチ程度あればすごくラッキーという表現になりますので、現状としてはプラス1センチあればいいなというところがお伝えできるポイントかなと思います。次42番、ハードゲイナー、食べても太らない、筋肉つかないのような体質です。ハードゲイナーと高身長になるのでしょうかってことですね。まあこれだけでですね、高身長になるかどうか判断するのはちょっとなかなか難しい印象になりますけども、なんとなくそういったような表現はあるのかもしれないですね。アンガールズさんとかなんとなくそんなようなイメージ感はありますよね。はい、次43番、息子翔さんもいるんですが体質が全然違うのでちょっと肥満気味、135センチ37キロ、伸びるか心配ですってことですね。まあ確かに今肥満のお子さんはですね、まあ、思春期症状がね早く出るなんていう風なデータもあったりするわけですよね。今後の思春期症状には十分ご注意くださいというところをお伝えできると思います。次44番、怪我で骨端性損傷してしまったんですけど伸びに影響出ますか。15歳男ですってことです。それに関してと、まあ、ある程度の、ね、影響はあるでしょうというふうにお伝えできると思います。次は12歳から14歳のデータいただいてて、15歳6ヶ月172センチってことですね。またいつも通りね当てはめてみましょう。はい、でこちらのねいつも通り成長シートの、ね、欲しい人 LINE してください。で見てみるとこれ非常にね分かりやすいですね。13歳3ヶ月の時のデータを見てみると、この時はですね156センチなんですけども、平常の伸び率としては日本人のね平均的にいくと 169.1 から 169.8 というね170弱ぐらいのペースにいらっしゃるわけなんですけども、そこが大きく右にシフトしていって、現在ではですけども 174.5 から 175.4 という風にですね、まあ、非常に伸び率が伸びていっていう表現ができます。でここで重要なポイントとしてはですね、11歳とか12歳ぐらいでこういう風に右側にグーンとくるグラフというのは非常に注意が必要なんですけど、逆にこれぐらい遅い時期ですね、14歳とか15歳でもぐんぐん右に行くタイプの場合は非常に盤熟を想起させます。しかもさらに読み進めていくと、これぐらい14歳3ヶ月ほどで出ましたってことで確定ってことで、盤熟確定と、これ完全に確定ですね。今現在の予想ですと 176.3 以上にはなることがね推察されるのではないでしょうかというふうにお伝えできると思います。あとはね、お父さんフランス人ってことで、もうお母さん日本人ってことで、このデータがやや当てはまりにくいというのも事実になってくると思います。はい、次45番、鉄分を多く摂取できる食べ物って何ですか。鉄分ですとレバーとかね、あとカツオとかもねよくね鉄分が含まれているというふうに言われたりもしています。はい、次46番、中3で175なのですがまだ伸びますか。全然最近伸びを感じ取れてるのは大丈夫でしょうかってことですよ。この情報だけだと難しい。ただし中3でも伸び率がね落ちてくるのは一般的だと思います。例えば16歳0ヶ月から最終身長ですね、平均的伸びは 2.0 センチ程度になりますので、皆さんのイメージでね高校生の時めちゃくちゃ伸びるなんていうふうに思ってる方も多いんですけど、実はそんなことはないですので、まあ、もしかしたら一般的かもしれません。47番、中3で170だけどまだ伸びやすかってことですね。これも同じですね、まだ伸びるでしょうというふうな表現ができると思います。次中3男子150センチなんだけどこれ積み声がかりもしないですし、チンゲすら生えてないですってことです。
ですね。まあこれはね、もし仮になんですけども、声変わりは性もおちんちんの毛も生えてないというような表現であれば、ここからね身長伸びが期待できるでしょうという、まあちょっとね一度ね検査していただいて、そこはねしっかりと確認するのがもしかしたらいいかもしれません。はい、49番、15歳の時に162センチでした。17歳で4センチ伸びました。晩熟ですかね。これね 100% 晩熟、こういったのを晩熟と言うんです。17歳で4センチ伸びたね、 100% 晩熟です。はい、次ですね、50番、受験生はどうしたらいいでしょうか。生活習慣がね少し崩れやすいって表現になってくると思います。これなかなか難しいところです。やはり睡眠時間をねなかなか取りにくかったり、ある程度やっぱメリハリをつけてやっていくってところですね。例えばなんですけど、まあ文武両道じゃないですけどね、身長両道、なんだそんな感じか。あとやっぱり時間をね区別して、身長伸ばす時間、勉強する時間というふうに分けていただくのももしかしたらいいかもしれません。次、51番、筋トレすると身長が伸びないなんて本当ですかってことですね。高重量の筋トレは推奨してません。ただし自重でね、自分の体の体重でやるような筋トレは私の方はまあそれに推奨っていう表現だと思います。52番、亜鉛や鉄分はサプリメントで補ってもいいのでしょうか。どのサプリメントがいいですかってこと、中学3年生 YouTube を通してですね、このサプリメントを買ってくださいってことを現状だと難しいですね。私の方でもそういった投与実績のあるサプリメント、いわゆる高容量のサプリメントを投与して、安全でなおかつ採血をですね改善するようなサプリメントもクリニックでは取り扱ってはいます。ただし、まあ、一般に売られてる、ね、サプリメントを推奨することが難しいかなというところが現状ですね。はい、次53番、鉄分や亜鉛サプリを摂取する場合は寝る前と夕ご飯の前後どちらがいいでしょうかってことですね。こういったようなサプリメントは夕食後を一番最初にお勧めしています。いろいろ理由があるんだけど、ここではちょっと割愛しとこうかな、ちょっと長いからね。中3女子です。 151.5 センチぐらいで、低身長で、ね、ホルモン注射考えています。どこでもらえますかとか、もらうって感じじゃないかなと。処方というのは医師とですね十分に相談して、その上でやることはあり得るというふうな表現ができると思いますけども、パッとねこの話だけで見ると、これだけで投与が検討されるというのは難しいようにも思います。次、54番、鉄分って何を食べればいいですかね。できれば他の方も言ってるように、効率的に鉄分を摂取できる具体的な例を挙げていただけると嬉しいですってことね。55番、鉄分が多い食べ物って何ですか、できれば教えてください。ちょっとここで一つお伝えすると、鉄分はヘム鉄と非ヘム鉄っていうのがあります。ヘム鉄を摂取してほしいんですよね。例えば非ヘム鉄とほうれん草、油揚げ、ひじき、鉄分は多いんですけど、鉄分の摂取効率はあまり良くないというふうに言われて、それに対してしじみ、アサリ、カツオ、鶏のレバー、豚のレバー、牛もも、赤肉などはですねヘム鉄って呼ばれるので摂取効率は高いというふうに言われてますね。まあ、そういったものはねぜひね食べていただくといいというふうな表現ができると思います。次、じゃあ56番、朝の運動って身長に影響しますかってことで、これいいですかって意味だと思うんですけど、それなりにいいでしょうってところだと思います。もし、ね、やる余裕があればやっていただいてもいいんじゃないでしょうか。57番、成長期スパートが来る前兆ありますかってこと、思春期症状というふうに答えるのが、ね、適切でしょう。58番、寝るときにイヤホンで音楽聴きながら寝落ちするのは身長伸ばす上で害はあります。音がないと眠れませんってことなんですけども、一般的にイヤホンで音楽を聴きながら寝ることを私は推奨することはないです。ただし、まあ、この方の場合ですと音がないと寝れないのであれば、眠ることは非常に大事になりますので、逆に言うとですね、イヤホンをしてですね音楽を聴きながら寝ることによってぐっすり眠れるのであればいいのではないでしょうか。次に59番、13歳男子です。クリニックで診断してもらうと費用はどのくらいかかりますかね。私のところでは YouTube のチャンネル登録者の方で16,000円で採血、レントゲン、そして私のねオールカウンセリングを行っております。通常価格はね3万円です。これもね今後ね変更する可能性ありますよ。はい、次60番、178目標の172、今中3で去年から1年を通して2センチしか伸びていません。目標達成可能性は具体的にどのようなことを行えばいいですか。9時間寝てください。あと運動習慣もあると思います。食事関して他のところでもたくさん答えているところでぜひ参考にしてください。はい、次ね、61番、バスケやバレエをやっている人が身長が高いのはなぜですかってことですね。これはね、まあ、面白い質問ですよね。もう使い古された論理になりますけども、身長高い人がバスケやねバレエをやる傾向があるからっていうのがおそらく最大の理由だと思います。ただしバスケやバレーをね身長にとってマイナスに当たることはないと思いますので、十分にねやっていただいていいんじゃないでしょうか。次62番、早熟と晩熟で最終身長どれくらい差が見られますか。これもいい質問ですね。早熟であれば平均の、ね、マイナス5センチとか、晩熟であれば平均のプラス5センチとか、そういったような表現がねパッと思いつくような表現だと思います。はい、次63番、幼稚園の頃から筋肉質で筋トレ等をしてムキムキとるのに、その反面身長が164センチ、現在20歳、筋肉質の人は伸びにくいのでしょうかってことですね。幼稚園の頃から筋肉質であることがですね、ちょっと今回の内容とです一致するかって少し難しいんですけど、筋肉質であるというのはですね比較的男性ホルモンがですね多いタイプを印象付けますので、そういった意味だと、まあ、ある程度関係あるかもしれませんね。はい、次64番、案外身長のことを気にしない方が身長と思いますかね。これは正しいと思いますね。やはりネガティブになるほどですね、まあ、思い込んでしまうと身長でマイナスというような表現があると思います。はい、次ですね65番、家でできる有酸素運動などでも身長伸ばすのいいですかね。これはいいと思いますね。ぜひやってください。 WeFit とか YouTube のねいろんな動画を出されてる方いらっしゃいますよ。私もね今後ねリアグロお子さんと、ね、コラボして運動できる、ね、動画も出していきたいなというふうに考えています。次ですね66番、で陰毛などの思春期症状が早期に現れても一概に早熟と言い切れませんか。これは
はもう言い切っていいと思いますね。はい、次67番、カップ麺、レトルトカレーなどは体に悪いと聞きますが、身長に影響ありますか。カップ麺やレトルトカレーをね、全てを否定するのね、私の口から言うのは不適切だというふうに考えますけども、体に悪い食材は身長にとってもマイナスだというふうに考えてもいいでしょう。次68番、夏休み明ける10センチ伸びてみんなにうわーって言われるために夏休みどう過ごせばいいですかってことですね。運動も大事なんですけども、結構ね汗をかくと思うので、ミネラルの欠乏とかがあるかもしれないので、ミネラルの、ね、摂取も意識していただくといいんじゃないでしょうか。次69番、14歳4ヶ月です。2ヶ月くらい前に初めて陰毛を発現しました。成長率が年間5センチくらいです。いつ頃成長ピークが来るのでしょうか。とても心配ですってことですね。これはちょっと他のデータを見ながらですね、本来であれば判断すべきなので、ちょっとなんとも言えないです。ただし14歳2ヶ月陰毛が発現してきたってことで、もうこれは明らかに半熟タイプですので、伸び率がぐんぐんなることはないかもしれないですけど、ここからも伸び率としてはそれなりに期待していただいてもいいんじゃないかなと思います。70番、早熟にならない晩成型になる方法を教えてくださいってことですね。これはなかなか難しいんですよね。コントロールするのは難しい、だからそこら辺がね、まあ、どうしてもね課題になってくるんだけども、肥満や夜更かしっていうのは早熟をね促すって言われてるので、そこら辺ね皆さんもご注意いただいてもいいんじゃないでしょうか。次71番、 G 行為などをしてタンパク質亜鉛を失い身長に短期的に影響があると前おっしゃっていました。 G 行為をしてもタンパク質を摂取したり亜鉛のサプリで失った分を補えば影響は少なくなりますでしょうか。これ難しい質問ですね。 G 行為に関して言うと、前の動画の方でも話しているんだけども、そもそものこういった論文っていうのは論文のデータがまあ怪しいよね。なんでかというとね、論文のさデータに参加する人になんかそういった行為をしてなんとかコントかでとかってすごくデータ取りにくいのは皆さんも想像つくと思います。なので、まあ、そもそもそういったデータがどれくらい、ね、信憑性があるのかってところがやっぱりね論争になってくると思いますね。ただし基本的にはそんなに心配するような内容でもないというふうにお伝えしてもいいんじゃないでしょうか。で次72番、バーベルを背負ってのスクワットは身長に影響しますかってことですね。まあ、悪くないんじゃないかな。ただね、バーベルを背負って、まあ、いわゆる、ね、高重量のものはあんまりお勧めしないかなってこと、悪くないかなって言ったけど、どっちかというとあんまり推奨しないかなって感じか。高重量のものを扱いすぎると骨と骨の間椎間板ね痛めたり、ね、身長が低くなってしまうので、そういった意味ではあんまり良くないかなというふうな表現もいいでしょう。次73問、垂直跳びをすると身長伸び率が上がると聞いたので本当ですかってことで、こういったのはまあよく言われることになってくると思います。むちゃくちゃいいというふうに言えないと思うんですけども、まあ、悪くはないでしょう。次74番、アルギニン取りすぎは成長に悪影響ですかということですね。取りすぎは何でもね悪影響だと思いますよ。量をね調節して、何でもね摂取していただくのは適切だと思います。次75番、筋トレしたら成長ホルモンが出るらしいですけど、どのようなトレーニングをすればいいですか。成長ホルモンをたくさん出す方法を教えてくださいということで、これに関して言うと全身運動、いわゆるエクササイズって呼ばれるものですね。そういったところが該当してきます。どうやってやるかってところなんだけど、大事なのは時間をやるってことですね。60分よりも90分、90分より120分ですね、やる方が成長ホルモンの分泌量多くなりますので、そこがポイントになります。あと最初の30分間で非常にですね成長ホルモンの分泌量多いですので、最初の30分間特にね大事な30分だと思って運動していただくってことが大事でしょう。76番、できるだけ成長ホルモンの分泌を上げるにはどうしたらいいでしょう。今ほど運動の話しましたけど、まあ、睡眠も当然大事ですよね。睡眠は時間と質ってことですね。湯船に浸かると睡眠の質が上がるなんて言われてますので、湯船に浸かることによって成長ホルモンがある程度分泌が上がるというふうに言えるでしょう。77番、この前診察に行った時、骨端性が閉じて2センチは伸びると言われましたが、どこが伸びるのですか。骨の伸びる順番知りたいですってことですね。これはですね、まず骨端性が閉じから身長が伸びるっていうのはもうちょっと具体的に言うと、手の、ね、頭骨ですね。ここの手の骨ですね。ここの骨骨端線が閉じた時点から約2センチ程度、16歳0ヶ月で男の子だとそれぐらいで、ね、骨端線が閉じますので、そこから2センチ程度伸びるっていうような表現が正しいですよ。どこが伸びてるかって、そこは、ね、実は、ね、私もわからないですね。ただし、まあ、全身のちょっと残っている骨端線が全体的に少しだけ伸びるっていう表現が正しいでしょう。はい、次78番、毛の伸びる速度は身長に関係するんですが、どうぞよろしくお願いしますってことで、毛の伸びるって髪の毛とかかな、代謝が活発になってるっていう意味だと関係はあるのかな。明確なデータはちょっと私も今の段階では分かりますよ。次79番、中学生で身長止まってその後1センチも伸びないってことはありますかね。あり得ると思います。例えばですけど、高校1年生、16歳0ヶ月が2センチ程度の伸び率が期待値になりますので、まあ、そういった意味でですね、1年2年ぐらい早熟だと十分ね中学生で身長が止まる可能性もあり得ると思います。次80番、18歳以降も数ミリは身長伸びるんですかってことで、1センチ程度であればね期待値としてはあるかもしれません。次81番、骨端線が閉じ切ったら骨延長手術以外に身長を伸ばす方法はないですか。今20歳で少しでも可能性のことをやりたいので、骨延長手術以外に何かあれば教えてほしいですってことで、基本的にはやっぱりなかなか難しいというのが最初お伝えすべきポイントだと思います。その中ね、この1年間でわずかにでも身長が伸びているのであれば、やはりね次の1年間もわずかな期待をかけて生活習慣で改善していただくってことがやっていただく内容にはなるんじゃないでしょうか。はい、次
次82番、質問なのですが、身長伸ばすには運動がいいと言ってました。10分を3回の分割でトータル30分の方法で運動しても効果ありますか、教えてくださいと。基本的に継続的に持続的に運動することが望まれます。ただし実際問題ですよ、例えば120分運動してくださいって言うと、120分間走り続けられる人はほとんどいないわけですから、実際に運動するときっていうのはある程度分割されて行われるわけですから、まあ、そこはまあ神経質になりすぎない方がいいと思います。それでもやはり運動を習慣づける、ある程度楽しくやっていただくってことが最終的には大事だというふうに思います。次、83番、質問、食べれば食べるほど身長伸びますかってことで、食べれば食べるほどって無限ではないですよ。適正量というのは存在するでしょう。84番、今高校1年生で160センチぐらいしかありません。身長伸ばすのに運動とプロテインって必要ですかってことで、必要ですかって表現難しいですね。そういった方法論も検討されるでしょうって表現だと思います。次、85番、骨端線が閉じたらジャンプや伸び、牛乳をたくさん飲んだりしても意味がありませんかってことですね。まあ、骨端線が完全に閉じたって表現であれば、やはりですね、無理でしょうって表現になりますね。それはね、おじいさんをね、身長伸ばすことができますかっていう質問と同じだと思ってください。次、86番、自分14歳9ヶ月でまだ精通が来ていません。精通は早熟か晩熟に影響しますか、また影響するのはどのくらいの年齢で精通が起きたら晩熟なんですかってことですね。これね、関係あります。今回はほぼ間違いなく晩熟って表現で言ってますね。具体的にこの年齢っていうのはね、今日はちょっとデータを持ち合わせていません。今度ね、また共有していきたいと思います。次、87番、脇毛が生えてきたらもう身長伸びませんか。それだけで判断することではないかなと思うんですけど、終盤に来てることは間違いないでしょう。88番、ストレッチで身長伸びますか。まあ、それなりにね、いい部分もあると思いますよ。少なくともね、姿勢が正されて計測される身長は高くなるというふうに考えていいでしょう。89番、身長って朝と夜でどれくらい変わりますか。1から2センチです。90番、ストレスは身長に良くないですか。良くないです。91番、夜ご飯で白米をたくさん食べているんですけど身長に効果的ですか。白米がすごくいいってことはあまり考えにくいかな。92、伸び率がかなり低下で3センチ以下してからでその伸び率が改善できますかと。改善という表現であれば改善できます。ただし5センチ10センチとかそれぐらい伸ばすというのはなかなか難しいと思いますね。次、93番、中3です。中学生20センチ身長伸びたんですが、高校生になってもまだ伸びる可能性はありますかとかですね。この情報だけで高校生になって伸びなくなるというふうにお伝えするような内容ではありません。伸びる可能性は十分にあると思います。次、94番、15歳なんですけどもう遅いでしょうか。今160ですってことです。遅くはないですね。15歳0ヶ月から一般的にですね、3センチ伸びることが期待されますので、半熟であればね、もうちょっと4センチ5センチ、早熟であれば2センチ1センチが期待値になってくるかなというのはね、お伝えできるポイントでしょう。次、95番、高1からの身長伸びますが、16歳0ヶ月から約2センチ程度の伸びですが、ね、一般的な期待値になってきます。96、高1は160なんですけどまだ伸びますから、ね、同じですね、2センチ程度ね、期待したいと思います。97番、足の大きさ身長に関係ありますかということで、それなりに関係あるでしょう。当然なんですけど、大きい人はですね、手もですね、足も大きいですので、大きい方に越したことはないかなと思います。ただね、大きいから必ず身長伸びるというふうにお伝えするのもできないでしょう。次、98番、音を聞くだけで背が伸びる動画があるんですけど、それで伸びる可能性ありますかとか、よく YouTube であるタイプのやつですね。いわゆるちょっとね、詐欺チックな印象が強いです。ただし非常にリラックスして睡眠がね、誘導される、気持ちよく寝れる音楽ですね、ご自身の中で本当にそういった音楽があればそれは悪くないですし、運動ね、モチベーション上がるような音楽がね、あればそれですね、いいですので、まあ、音楽とうまく付き合っていくってことは身長にとってプラスであるでしょうというふうにお伝えできるんですけど、ちょっとね、詐欺チックな動画があるのも事実だと思います。次、99番、女子は成長期が遅れてることはあるんですかってことですね。もう当然ですね、全然あると思います。そして最後の質問ですね、100番ですね、新規症状がなく、成長スパートで終わることありますかと。まあ、ないでしょうという表現が正しいでしょう。ただしですね、まあ、皆さんの期待値よりももしかしたら低いってことはあり得るかもしれません。ってことで、一生懸命答えましたね。本当の意味で全身全霊でね、100個ね、答えてる回だったかなと思いますね。テンションはいつも低め、本当の心の奥底はね、もう全身全霊ですね。今日も頑張って身長に関する疑問答えていきました。今後ですね、皆さんね、身長に関する疑問がありますら、ぜひコメント欄の方に記載をお願いしますね。こんな感じで身長先生に聞けのコーナーで、ね、バシバシ答えていきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。